そっか、じゃあ気にしない。でもこうなってくると夏目さんを仲間外れにしてるみたいですね。それはあるかもしれませんね。だとしてもだよ、後から知ったら寂しいでしょ、こういうのって。食事は一人で静かにとるものですことよ、なんて雰囲気を出してても誘われてないってショックを受けるかも。夏目先輩ってツンデレっぽい一面がありますからね。誰がツンデレか。夏目先輩、どうしてここに。買い物、夕飯とか日用品の補充とか。そしたら見知った面々が集まってるから。あと、さっきの共有アルバムも何？突然どうしたの？カンナさんがスマホを買ったんですよ。